見事だと言っておこう。素直に感心した。満足してもらえましたか。じゃあ聞かせてください。あの男が俺の退学を要求した話、本当なんですか？数日前、ある男が学校に接触してきた。綾小路清隆を退学にさせろとな。証拠もなしにこれ以上俺を動かすことはできませんよ。私がお前のことを詳しく知っている。それが何よりの証拠だろ。あの男、お前の父親は言っていた。清隆はいずれ自ら退学する道を選ぶと。哀れなイカロスよ。お前はこれからどうするつもりだ。先生も知っているでしょう。イカロスはダイダロスの忠告を守らない。